青面金剛は日本仏教における信仰対象の一つ。青面金剛明王とも呼ばれる。夜叉神である。インド由来の仏教尊格ではなく、中国の道教思想に由来し、日本の民間信仰である、後進信仰の中で独自に発展したみこと格である。後進信仰の本尊として知られ、三屍を抑える神とされる。道教では、人間の体内には三屍という三種類の悪い虫が住み、人の睡眠中にその人の悪事をすべて天帝に報告に行くという。そのため、三屍が活動するとされる後進の日の夜は、眠ってはならないとされ、後進の日の夜は、人々が集まって、徹夜で過ごすという、後進待ちの風習があった。後進待ちは、平安貴族の間に始まり、近世に入ってからは、近隣の後進校の人々が集まって、夜通し酒宴を行うという風習が、民間にも広まった。ダラニ修行、第9によると、一心四手、左辺の上手は三叉割る。下手は棒を割る。右辺の上手は手のひらに一輪を、捻し、下手は剣柵を割る。その身は青色、面に大いに口を張り、公家は、上出し、目は赤きことちのごとく、面に三眼あり、頂きにされ神戸を頂き、頭髪は縦にそびえ、火炎の色のごとし。頂きに大地をまとい、両白に、角、頭にかける一竜あり。竜図は、相向こう。その像、腰に二大赤蛇をまとう。両足腕上にまた、大赤蛇をまとい、割るところの棒状もまた大地をまとう。虎側を、二万す。ドクロの要楽、象の、両脚下に角、一騎を安ず。その象の左右両辺に、角、まさに一聖意の同時作るべし。上田房もろずみ、手に香炉を取り、その象の右辺に、二役者を作る。一は赤、一は、木、刀を取り柵を取る。その象の左辺に二役者を作る。一は白、一は黒。章を取り、股を取る。形像並びに、皆甚だ子は賢すべし、云々とある。要約すると三眼のふんど章で四匹、それぞれの手に、三叉戟、棒、法輪、剣柵を持ち、足元に二匹の邪気を踏まえ、両脇に二童子と四鬼神を伴う姿で、表されるが、一般には、足元に邪気を踏みつけ、六匹で法輪、弓、矢、剣、尺杖、諸家らを持つ。ふんど章で描かれることが多い。頭髪の間で、蛇がとぐろを巻いていたり、手や足に巻きついている場合もある。また、ドクロを首や胸にかけた像も見られる。彩色されるときは、その名の通り青い肌に塗られる。この青は、釈迦の前世に関係しているとされる。以上のような姿は、密教の冥王像、特に、グンダリ明王に通ずるものがある。日本では各地に石像の後進塔が多数残り、そこには見ざる、言わざる、聞かざるの三円像とともに、青面金剛像が表されている例が多い。木造の古例としては、奈良、東大寺の木造青面金剛立像が著名である。オン、デイバー、や、汽車、バンダ、カカカカ、ソワカ。ありがとうございます。